第 500SS 高架領兵大隊は、武装親衛隊の高架領兵大隊である。1943年9月、イタリアにおいて政変が発生、イタリア統領ベニート・ムッソリーには解任され、囚われのみとなった。これを重く見たドイツ総統、アドルフ・ヒトラーは、ムッソリーに救出を行うよう命令した。作戦は、オーク作戦と名付けられ、クルト・シュクデントが発案したが、 これにはグランサスソへの降下教習が含まれていた。この教習により、ドイツ軍降下部隊は捉えられているムッソリーニを解放することとなっており、さらに、ヒトラーの命令により、オットースコルゼニーが参加していた。グランサスソのカンポインペラトーレホテルへの攻撃は、大胆な教習となり、一発の銃弾でムッソリーニの救出に成功した。作戦後、これを見た。 新衛隊全国指導者、ハインリヒヒムラーは、武装新衛隊内で、降下部隊を編成することを考えたとされている。新たに編成される、降下部隊は、前線の向こうで危険な作戦に従事することが考慮され、所属対象小兵は、懲罰部隊にまで広げることが決定された。なお、新衛隊作戦本部へ集まり、大隊初代隊長には、 第 10SS 装甲師団フルンツベルク所属の第 21SS 装甲敵団兵連隊からヘルベルト・ギルホファー新鋭隊少佐が赴任した。1943年11月、サラエボ近郊のマドンラシカ・バンジャにあるドイツ空軍第3高科訓練学校で大隊は訓練を開始した。訓練は1944年初頭、ハンガリーのパーパで終了した。 1944年5月25日、第 500SS 高架両兵大隊は、クルトリブカ新兵隊隊員の指揮の下、ドルバルにあるヨシップブローズ地を率いるパルチザン本部に対するグライダーによる教習を行った。作戦は、騎士の跳躍作戦と呼ばれ、6月6日付のドイツ国防軍の日報で報告されている。ニコ中隊が、 DFS-230 グライダーで着陸する間、他の2個中隊が地頭司令部へ直接降下した。ドイツ空軍による重爆撃の後、第一波は地頭の隠れ家であったドルバルの洞窟と街の間に降下した。部隊は広い平原に降下したが、多くの将兵がパルチザンの司令部護衛大隊の攻撃を受け、中隊は100名足らずになるまで損害を受けた。 第2波は目標を離れて町から2、3マイルの場所に降下していたが、隠れ家のある洞窟の出口付近には弥生の抜け道が存在していたため、洞窟を占領した時、ティトーは焼生から鉄道で脱出していた。ティトーは以前より警告を受けていたため、数的に優勢であったパルチザンは SS 降下両兵を追い払う間に素早く脱出、結局捕獲されることはなかった。 作戦に従事した1000名のうち800名以上が死傷した。残存兵は最初、ペトロバツ後にリュブラナへ送られ、6月末までそこに滞在していた。その後、プロシア西部のグディンゲンに移動し、フィンランド領のオーランド諸島を占領する作戦に従事する予定であったが、これは中止された。そのため、ナルワの第3装甲軍団に加わることになる予定であったが、 7月9日、リトアニアのカウナスへ空輸された。空輸後、ビリニュで包囲されたドイツ軍を支援するために、グロースドイッチュランと第一戦車連隊と共に戦闘団を編成した。その後も彼らは、バルト三国で防衛戦において活躍し、第三総甲軍団の火消し部隊の働きを見せた。1944年8月20日の時点で、90名が、 大隊に所属しているのみとなったが、ドイツ軍がソビエト赤軍を阻止するためには、どのような部隊でも必要であったため、その後の数ヶ月間、戦線にとどまった。10月下旬、第 500SS 高下量兵大隊はようやく、戦線から引き抜かれ、オーストリアのドイッチバグラムへ送られ、1週間の休暇を与えられた後、第 600SS 高下量兵大隊へ合流した。 第 500SS 降下両兵大隊はフランスで戦うことはなかった。フランスレジスタンスの間では1944年7月、フランス側アルプス山脈のベルコール大地で SS 降下両兵部隊がパルチザンへ空底効下攻撃を行ったという話が広まっている。しかし、この攻撃は SS 降下両兵部隊が行ったのではなく、ドイツ空軍の秘密部隊である。 第200爆撃航空団の特殊部隊が行ったものであった。1944年11月9日まで正式にノイストレリッツに集められなかったが、ブダペストにおけるパンツァーファウスト作戦が第 600SS 高架量兵大隊の初任務であった。新設された第 600SS 高架量兵大隊の2個中隊は1944年12月、バルジの戦いの際に、 夫をスコルッツェに率いる第150総攻旅団に所属した。これは SS 高下両兵が西側連合軍に対して作戦行動を取った唯一の例であった。バルジの戦いの後、第 600SS 高下両兵大隊はジュベート及びセデン共闘歩で戦い、さらにオーデル側でも戦ったが、最終的にはソビエト赤軍から逃れて、 1945年5月、アメリカ軍に降伏した、第 600SS 高貨両兵大隊は、その18ヶ月の活動の間に3回、全滅した。ありがとうございます。